接続詞3命令文の後ろに and または or を続けるパターンですはいこの形はですね基本的には中学レベルで教えてはいけない高校レベルになって初めて学ぶところなんですあともう一つ言うとと or が特別に使う唯一のパターンなんですですから初めて見たっていう人そうそれ別にね変じゃないの本当にこれ初めてかもしれないのでね見たことあるっていう人は確認のつもりでしっかりと学んでいきましょう それではスタートです問題はこちらドン次の日本文に合う英文になるように空欄に適する語句を書きなさい2つ用意しました1早く起きなさいそうすれば日の出が見られますよ2早く起きなさいそうしないと遅刻しますよおこれ何が違うんだ えー、そうすればそうしあ、そっかここかそうすればとそうしないとここかなんて軽くお芝居を入れてみましたけれどもほとんど一緒ですよね後ろに来るのは You can watch the sunrise 日の出が見られますよ You will be late for school 学校に遅れますよなんだろうねこれ何が違うんだろう命令しといて命令通りにそう,うっていうのはこの命令の内容だよね 前の内容通りにすれば見られますよっていうことで肯定的なことプラスなことを言ってるよね。早く起きなさいそうしないとねここで「しないと」ね、ここいとって否定してるよね。遅刻しますよっていうことで否定的なことになっちゃってます。はい ということで今回命令文の後に AND かを,をつなげるんですがもうこれで見えちゃいましたね何々しなさいその通りにすると何々しなさいそうしないとこの使い分けですそれじゃあ TKs ポイントを見てみよう TKs ポイント命令文の後ろに AND または OR を続けるパターンですはいこちら命令文 ANDSV … S v テンテンテンしなさいそうすればほにゃららそうなの このを続けた場合には前の通りにした場合はこうという流れそのまんまなんですそれに対して命令文オアだとてんてんてんしなさいそうしないとということでね逆らっちゃうと良くないこと起こるよ脅かしている感じなんです貯金しときなさいそうしないと後で困るよとかね早寝しなさいそうしないと明日起きれないよ そうなのねですから下はですねちょっと警告みたいな感じでほらーっと脅かす上の場合はこれこれしてきなさいそうすればハッピーよ貯金しときなさいそうすれば困ることないわよ早く寝なさいそうすれば明日朝すっきりよなんていうふうにねもう分かってるよねそのままつなげる場合には肯定的な場合には「安ど」ほらほら脅かす場合には「or ですほら簡単だじゃあ戻るよトゥ はいというわけで一番早く起きなさいそうすればはいこちらは and, and が正解です。Get up early and you can watch the sunrise、ね、そうすればということなんです。で下「Get up early or or」なんです。いいですか先生「or」って選ぶじゃんそうなんだよ普通は選ぶんだよ。ね ホットがいいですかそれともアイスコーヒーがいいですか選ぶんだけれども今回はおそうしないのどうなの怖いっていう形で命令文のののの後ろのの裏側の意味としてて使っていますですから役も合わせてここはね o アの特別な働きだということをしっかりと覚えておきましょうそれではおさらい TKs ーーポイントですこちらドン 命令文 &SV… しなさいそうすればということですねこれは全然問題ないで新しい知識としては下命令文カンマオア SV… しなさいそうしないとということ上はなんかすっと入るよねアンドは純説なんて難しい言葉知ってる人もいるでしょうからねオアはおい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 しないのさもなくばなんていうね時代劇みたいだよね まあ僕は「そうすればとそうしないと」ですけれどもねえ書籍やね教えてくださる方によればね「さもなくば」とか「さもないと」とか「あんもない」それはないですねまあそれが言いたかっただけなんですけれどもね「さもなくば」とか「さもないと」ってちょっとなんか古文っぽいから「そうすればとそうしないと」で覚えた方がいいと思うのまあいろいろいいんだけれどもねいずれにしろ命令文カンマをは「そうしないと」この2つのうち下がよく狙われますんでしっかりと覚えておきましょう。